日本埼玉県上尾市西宮市も西宮下は埼玉県上尾市の町名。現行行政地名は西宮下1丁目から西宮下4丁目。住居表示未知市地区。市の統計などでは大谷地区で分類されている。郵便番号は362-0043。大谷地区では唯一鴨川の左岸側に位置する町、字である。埼玉県東部で 上ゲオ南部に位置する。鴨川左岸の大宮大地上にあたる。北で谷津東でアタ南東で栄町、南で埼玉市北区別所町、南西の鴨川藩でわずかに、大谷本郷、西で向山、北西で富士見と隣接する。東側には高崎線が通っている。南部は川越上ゲ線が東西に通り、鴨川を渡過する地点で、 揺ら目標がかかる。川越上げ尾線以南で、鴨川流域沿いにわずかに市街化調整区域が存在するほかは市街化区域で、1丁目及び、川越上げ尾線に沿線は、主に第2種住居地域、2.3丁目及び、都市計画道路、西宮下中妻馬線の予定地沿いは、主に第1種住居地域、4丁目は、主に第1種低層住居専用地域に指定されている。 かつては、二十歳と南部の林野が大半を占めていたが、大部分が宅地化されている。生産緑地地区として、農地も見られる。地内に、西宮下三丁目遺跡や B-82 号、遺跡などの縄文遺跡があり、集落跡や、カソリー意識の土器片も発掘されている。住宅地の地下は2019年1月1日に、公表された工事地下によれば、 西宮下二丁目七十三番の地点で十万六千円平方メートルとなっている。江戸時代は足立群大屋領に属した宮下村であり、江戸初期は旗本、柴田資料、元禄年間に天領となり、後に旗本、大岡資料となる。新編武蔵風土機構には民古十五天水上にて、秀利村ありと記述がある。村高は昭法年間の 武蔵国伝園坊では102国102を、元禄号町及び、天保号町では127国余りであった。活性期の世帯数は15件で、村の規模は東西2町半、南北3町余りであった。明治元年武蔵地県寺管轄となり、浦和県を経て明治4年埼玉県管轄となる。1875年の農業産物工は、武蔵国軍村市によると、 米三十五点六国、大麦四十国、小麦十九点八国、大豆五点一国、小豆一点六国、冷え八国、蕎麦点六国、干渉1800巻であった。千八百七十九年に北足立郡西宮下村となる。千八百八十九年町村制施行の際に、西宮下村は、大谷本郷村、児童型村、一丁目村、今泉村、 高山村、堤崎村、中心、井村、戸崎村、河村の旧家村と合併し、大谷村の大技西宮下となる。1955年に合併により上尾町大技、西宮下に、1958年上尾町の市政志向により、上尾市の大技となる。1966年に一部を、富士見一丁目及び谷津はじめ、二丁目の各一部とする。 1975年に、柏、子多日、揚げお塾の各一部を合わせ、西の宮家一から四丁目となった。宮下村の由来は、村内に多日村の氷川神社があったことによる。新編武蔵風土機構には、新田川、本村、高専の記載があるが、現在の場所を特定できない。二千十七年十月一日現在の世帯数と、人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東平を JR 東日本高崎線が通るが駅は設置されていない。最寄り駅は上尾駅であるが、西宮下2丁目よりおよそ1 2トル離れている。都市計画道路西宮下中妻線の川越上尾線までの延伸が計画されている。地区内には、 路線バスがなく、コミュニティバスのみの運行となっている。過去には、上尾駅東口より線路沿いを南下し、川越街道急道を通る東部バスの路線バスが運行されていた時期もあった。ありがとうございます。